Hey you guys, thank you so much for checking out Chris's Room. 今日もね、クリスの部屋を見ていただいて本当にありがとうございます。ちょっとね、僕、あのね、自分のハートを信じて、本音で生きていって、自分のビジョン、ね、本当に心からやりたいことに向かって生きていくときに、ね、ものすごい大切なコンセプト、ね、を皆さんに紹介したいんですよね。で、どういうことかっていうと、このコンセプトを知っていると、 おそらく自分のやりたいことを現実にすることができると思います。ね、でもこれを知らないと おそらく無理なんじゃないってそれ言わない方がいいと思うんだけどねすっごいなんか難しくなんかハンディキャップになるのねだからこの自分がやりたいことに向かって進んでいっている人たちとかやりたいことがあってそれに進んでいきたいね好きなことを本当に仕事にしたいね自分のハートが本当に心から思っていることをキャリアにしたいもうその道を歩いている人たちにはねもうこれを知るか知らないかによって でマジ成功できるか成功できないかみたいな話になるんじゃないかなって僕は思うんですよね。 例えばここにね100人の人たちが自分のビジョンを、ね、見つかった100人の人がいるとしましょうね自分のビジョンっていうのは本当に私が本当にやりたいこと心から願っている仕事とかキャリアにするとか副業とか新しいビジネスとか、ね、100人自分のビジョンが見つかった人がいるとしましょう、ね、この中でオッケーじゃあよーいドーンってなってじゃあ100人みんなビジョン向かって進んでいったよってなったら何人が実際に ビジョンに向かって成功、ビジョンにたどり着けると思います。100人の人がいたら、何人がビジョンにたどり着けると思います。ね、僕は、正直言って、10人。まあね、ちょっとね、時間、どのぐらいの時間かけていいのかっていうことを考えていくと、 ね、やっぱちょっとね20人とか25人に増えるかもしれないんだけどね大切なことはねこのね100人が自分のビジョンに向かっていくとそれが成功できる人が少ないんですよね。ね例えば、ね、じゃあ100人が同じビジョンを持っているとね同じ全く同じビジョンを持っていてじゃあなんか。 ね、なんかウェブサイトを作ってそこでなんか自分のアクセサリーを、ね、副業として売っていくとか、ね、それ同じ100人、ね、同じビジョンを持っている人が100人いてで時間も限られている、ね、なんか専業主婦とか専業旦那さんやってるとか,なんか本業がある別の仕事があるからみんな限られている時間、ね、でお金も収入も同じぐらい、ね、限られているお金なんか1人1億円持ってるみたいな人がいないわけよね。ねで 同じ時間、同じお金、ね、っていうのがで、同じスキルね、同じスキル。普通の人、普通の人、100人いて同じビジョンを持っていたら何人が実際に成功できるかなって。で、これもなんかね、10人いくかなって、ちょっと個人的には思うんですよね。で、僕これ、踊るす、踊す気はないんだけど、ね、やっぱりこの、 なんかこのビジョンに向かっていくためのなんかベーシックトレーニングファンデーショントレーニングってファンデーションだよね、本当にベーシックな、ね、そういうのを持っているか持っていないかによって実際に自分,自分のビジョンに向かって成功できるか成功できないかっていうのが大きく大きく変わってくると思うんですよ。 本当にだから、これから説明することは、なんか僕の経験を通して、なんかすごい大切なこと、だから自分のビジョンに向かっていきたいんだったら、このコンセプトを、絶対忘れないでもらいたいんですよね。で、それはどういうことかっていうと、あこれをやるといいと思うよ。じゃあ、ね、じゃあ100人、ね、ビジョンに向か,ってす向かっている人がいて、10人が成功できると僕は思うのね、十人は、ね。で、90人はできないと。 この人たちの違いは何、ね、このビジョンをに向かって成功できる人たちは何で成功できるの自分の好きなことを仕事にしたりする人はなぜそれができるので、自分のビジョンに向かってできない人、ビジョンを現実にできない人たちは何をその人たちを止めちゃうのこれを真剣に考えると、なんかすごい、 明確な答えっていうのが出てきますと僕は思います。ね。で、どういうことかっていうと、ね。まず、最初のポイントは、ね。自分のビジョンに向かって、ね。行動をとっていくときに、まず、ね、おそらく、オッケー ビジョンに向かって成功できない人たち失敗しちゃう人たちの理由っていうのは大きく2種類の理由があると思うのね,ね大きく2種類がで1つの理由っていうのは行動力っていうかねそのなんか現実的に時間をコミットしていない、ね、なんか夢はあるんだけど行動をとっていない ね、なんか夢はあるねなんかこういうインターネットビジネスやりたいなってやってるんで楽なことはやるね学んだりとかそういうのはやるかもしれないんだけどねなんか高額のマーケティングのコースを買うとか、ね、そういうのはやるかもしれないんだけど実際にウェブサイトを作るとか、ね、マーケティングのところに時間をかけるとかそういう現実的にな行動が取れていないっていう人たちが結構 あのいるんじゃないかなって思います。僕もね、その,あの一人でした。実際に夢はあったんだけど行動してないって。で、別の本業がね、いっぱい、なんかすごい疲れるから、その時間をコミットすることができなかった。だから、ある意味、怠けていたっていうことなんですよね。ね。で、 それが、その自分の行動力、自分のこの、ね、例えばさ、スペースシャトルがね、あの、宇宙に行くときに、でっかい、昔のスペースシャトルとかあったじゃん、ね。でっかいオレンジのさ、3つのタンクがあってさ、真ん中にでっかいのがあって、2つ、それボーンって行って、で、実際に宇宙に行ったらそれついてないでしょ。ついてないですよね。ね。だから、ね、スペースシャトルが宇宙に行くときに、 80%のエネルギーは宇宙に行く前にもう使っちゃってるわけなんですよ。ね。これどういうことかっていうと、ね、自分の行動力を、ね、キープするっていうのはすごい大切で、なぜかっていうと自分のビジョンを明確に、ね、本当に現実にするんだったら僕たち動かないといけないんですよ。やる気が必要なんですよ。で 今、自分がなんか怠けているとか、行動ができない、ね、やる気がを、ね、身につけることができないってなったら、ね、それはやっぱりそこの、そのカンフォートゾーン、その世界に引力があるわけなんですよね。あのー、これ、脳がここにあるんだけど、ね、脳科学的に考えていくと、ごめんねちょっとね、日本語のね、日本語の言葉がね、えー、とニオコーテックスっていう言葉が、け、け。 えーと。 ここにね脳、脳があるんですけれども、ね、僕たちの脳には、えー、と何か新しいやる気が出ない時とか、何か新しい習慣を身につけないといけないっていう時に、実際に、えー、とドクターヒューバーマン博士がね、サンファードのヒュー,ヒューバーマン博士が、これ10分の法則のビデオにも説明しているんですけど、リンビックグラインドっていうのが実際に脳の中で起こるんですよね。これは本当に脳の中でエピネフリン、ね、ア,ドレナリンがアドレナリンが脳の中で流れると、エピネフリンって言うんですけれども、エピネフリンが脳の中で出る。 スストレモンが流れるわけなんですよでどういうことかっていうとね僕たちは新しい行動をもう慣れている習慣になっている体にトップダウンで教えようとするんですよね。でそうするとこの動物的な脳、ね、慣れている脳が、ね、もうそれは嫌だよって。 それ嫌だよって、そういう新しいのやりたくないよって言って、この時にフリクション、ね、ガリ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 の脳の中でこういうのが起こるんですよ。でその時に実際にストレスホルモンが流れるんですよね。ちょっとごめん、これね、日本語の名前が、リンビックシステムっていうのが大脳、大脳変遣形、ね。これが第一の脳、第二の脳、第三の脳って言われてる感じで、蛇の脳とかね、爬虫類の脳とか動物的な脳、感情的な、ね、脳で、ここが考える脳、猿の脳っていうか人間の脳なんですよね。 で人間の脳がこういうふうにやってくれって、ね、今やる気を出してくれって言うとうちらのこの動物的なも脳がいや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 、それし、ね、もう怠けるのが習慣になってるから新しいの学びたくないよって、ね、リソースがあるわけよ、限られてるわけよ。どういうことかっていうと、ね、六本木ヒルズの,、ね、の上から見ると、ね、高速道路が渋谷に行ってるのあるじゃない。ね、で僕たちの脳は ね、このような感じで東京の中の高速道路みたいな感じなんですよ。ね、いっぱい下道もあるんだけど、ね、高速道路乗ると車の乗るとわーって六本木から渋谷まですぐ行けるわけなんですよ。でも下道となんかぐるぐる回ったりするわけよね。で面白いのはうちらの脳の中にはタクシーが10台しかないのね。マジ。 ね、僕たちの体とか考えることとか感情とか、ね、回ってるんだけど運転してくれたタクシーが10台しかないわけよ。で、ね、何をやるかっていうと、ね、新しい習慣身につけようよって、ね、おタクシーの運転手さん、六本木ヒルズに来てくれて、okay、これから高速道路に乗って渋谷に行くわけよ、ね、なんか誰家帰ってきてテレビ見るぞみたいな、ね、<laughs> そういう習慣になってるわけよね。で、いやいや運転手さんし、ね、新,しい新しいところに行きたいんですよって。 何をやるのって言うとテレビを見るんじゃなくてこれから50分勉強しますって言って。 その時に、おい、何言ってんだよって、俺たち、忙しいんだよって、他のお客さんたちもいるのに、ね、脳を使っていくシステムとかいっぱいあるのに、でもうこの高速道路になってるわけよ。だって、あなたいつも家帰ったらテレビ見るやろって、YouTube 見るやろって、今 YouTube 見てるんやんって、タクシーの運転手さんがいるわけよ。いやいや、もう YouTube 止めて勉強するんすよって、そんなの無理だって、俺もう,もう動いてるよって、YouTube 見てるじゃん、俺もう渋谷に向かってんだよ、これで寝るの、こ,れこれの時間の使い方終わりって。 運転手さんもう下町行ってくれってやだよってね運転手さんあなたが乗る人ねここリンビックグラインドガリガリエピネフリンが流れるわけなんですよ本当に。で運転手さん下町行ってくれって言って新しい習慣を作っていくと何が起こるかっていうと2分経ったらこのエピネフリンっていうのが止まるからねその運転手さんがイライラするのがね運転手さんも忘れちゃうわけなんですよ。 簡単に分かったあじゃあ、えー、とレインボーブリッジ行くんだねみたいな感じでじゃあ下町下町でレインボーブリッジに行きますみたいな感じでねでこれを10回とか20回とか30回くらいねやっていると今度東京のね六本木ヒルズからレインボーブリッジまで行く高速道路っていうのが生まれてくるわけなんですよで前の六本木ヒルズから渋谷に行くっていう高速道路がもう使わないからなんかちょっと忘れられてくるみたいな感じになるんだよね でこの新しい高速道路を僕たちの頭の中で作れるわけなんですよ。で、大切なのは、これは怠けてる人しかできないことなのよ。だって、もう怠けてないんだったら、もうこの高速で新しい高速道路があるわけなんですよ。もう家帰ってテレビ見ようよって言ったら、タクシーの運転手さんが何言ってんだよ、渋谷に行くんじゃなくて、レインボーブリッジに行くんやろって、もう高速道路行くんだよ。何言っても,もう勉強するっていうのを毎日やってんじゃん、あなた、過去の5年間。何言ってんだよ。 え下道行って渋谷に行くなんてやだよって勉強する方が楽になるわけなんですよ。ね、だからちょっと怠けずみだなっていう皆さんラッキーやなこのスキルを現実的に学ぶことができるんですよ。でこのスキルを持っているか持っていないかによってよしじゃあビジョンを現実にしようぜっていうのをこの最初の門っていうか、まあ、最初の門じゃないんだけどねちょっと上の門のもうちょっと上の方かもしれないんだけど、まあ、このスキルが必要になってくると 思うんですよねだって自分のビジョンを現実にするぞってやってそれ夢見て行動をとってなかったらそれ現実にすることってで,できないじゃないですか <laughs> 正直言って申し訳ないけどねだからそれ何が申し訳ないんだよラッキーじゃん学べばいいじゃん新しい今学んだじゃんタクシーの運転手にね今日のあの渋谷に行ってテレビ見るんじゃなくてさ今日はレインボーブリッジに行ってさ、ね、海の横で勉強するんだよってタクシーの運転手さん嫌がるよこうやって、ね、動物の脳が出てきてそれもう うちはタクシー10台しかないんすよ、お客さんみたいな。ねねでも、動き始めて下道行ったら、今度タクシーの運転手さんはそれを忘れるから。で、次の日また行ったら、また行くんすか勉強するんすかテレビ見ましょうよ。YouTube 見ましょうよって。いやいや、また勉強するのって。いやっすよって。いやっすよって。で、これが三日坊主だよね。 ね、でも日、4日目やるわけや分かりました、行きますよって。で、嫌がるんだけど、動いてくる。で、今度、これが高速道路に変わっていくっていう脳の中の線とかがあるっていう話なんだよね。Okay? なので、最初の、ね、100人いて10人が成功できると、この10人の人たちは、このエネルギーの習慣とか、ね、その自分を動かすっていうことを実際にコミットできるのね。で 分かったよね、で実際にその現,現実的に時間を使わないと、ねす、動く、だからデッドラインとか、ね、ラストチャンスとかってすっごい大切なんですよ。ラストチャンス、僕の場合はラストチャンスだったんでね、35、五 6, 6歳の時にに、ね、よっしゃ、フルタイムでライフコーチになるぞって、YouTube でクリスの部屋作ってって、フルタイムになるぞって、もうこれを失敗、もう失敗できない。 で怠けることができない。もう恥ずかしすぎる。周りの人たちに何やってんのって言って、いやもう本当にやるしかないってなったときに、ラストチャンスだってなって、運転手さん、うちら、行くんすよ、レインボーブリッジに。え、渋谷に行くんじゃないのいつもなんか嫌な,嫌なことを仕事にして、やりたくないことを仕事にして、それが人生ですよって。みんなそれやってんだからしょうがないですよいや、俺は、僕はレインボーブリッジのところに行って、風がいいところで、海のと,ところで仕事をやるんですって,って。分かったよ そういう感じでエネルギーの管理だよね行動力、ね、スペースシャトル80%のエネルギーが、ね、宇宙の自分のカンフォードゾーンから上がっていく宇宙に行くまでには必要だよっていうこと。これはリアルに現実的なことだと思います。で、これだけじゃダメなんですよ。この自分の行動をコントロールするっていうのをマスターできてもビジョン成功できるかって言ったらそれはまた別の話なのね。100人いて ね、90人が失敗しましたと。でもその90人の中の何十人は実際に行動の管理とかできる人なのよ。なんで行動の管理ができるのに自分のビジョンを現実にできないのって。なんでだと思うなんでだと思いますなんで止まっちゃうの それについてこれから話していきたいなって思います。ね。よし、行こう。なんかね、今ち,ちょっとアイディアが来てね、これなんか来週のビデオにすればいいかもなとか思って、そしたら今、ビデオ2本撮れたぞって。ね。 ねえ、思ったんだよね。じゃあ来週のビデオにします。オッ OK <laughs>。やっちゃおう。はい。ごめんね。ちょっと申し訳ないけど。Alright l。なので、Thank you so much for checking out this video. で、この続きは来週でお話します。なので、今週の大切なポイント、このビデオで大切なポイント、100人。 ね、いて、10人が成功できるんじゃないかって僕は思うんだよね、90人が。できないんじゃないかって、この中で間違いなく必要になるのは、自分の行動の管理、やる気の管理、ね、運転手さんの話、ね、リンベックシステム、リンベックライン、エピネフリンっていうストレスホルモンが流れる、それを理解して、ね、自分が、もう一つだけ、もう本当に10分の法則っていうビデオがあるから、それを見て、ね、自分の習慣を作る。 時には必ずこのやりたくねえよっていうタクシーの運転手さん、脳のタクシーの運転手さんが出てくるから、お願いしますよって言って、もう動いちゃうわけよ。そうすると本当に早くて30秒でタクシーの運転手さんのイライラがなくなるから、エピネフリンが流れるのが止まるから、すぐその罪悪感、抵抗感がなくなるから。ね。それを、それは僕は本当に必要だと思います。ね。だからデッドラインを決めること。ね。いつまでにやるのかって。 人に言うとか、これまでにコミットすること、コミットしないとずっとだら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 また来年でいいじゃんみたいになっちゃうから、すっごいこれは本当にビジョンを現実していくときには大切な一つのポイント、でもこれだけじゃないの。これより、これより大切なことを次のビデオでお話します。All right, thank you so much. Please hit like, subscribe. I love you. I'll see you next week. ありがとうじゃあね。ちなみに、来週もサザエさんの時間だよ。じゃあね。